村田修一コーチ今年のボールは例年より約3メートルは飛んでいない。開幕直後から指摘されているボールが飛ばないとの声も根強く残る。DeNA の鶴岡健次郎オフェンスチーフコーチは全体的にロースコアの試合が多いと肌で感じた。打球が飛ばないという部分も関与しているのではと見る。ロッテの村田修一打撃コーチはボールが例年より約3メートルは飛んでいないと言われる中で、世界一の投手を打ち崩すのは至難の技と語った。全球団テラスつけろよ。3メートルはエグいで。そんなもん現役と監督と OB が口々に言ってるんやからとっくに確定や。甲子園はガチでラッキーゾーン復活した方がいい。ボールまともにすればいいよね。なんぼなんでも3メートルは飛んでるやろ。未だに根拠のない陰謀論で言い訳してるコーチは首にしろよ。大瀬良が基本塁打連やからな。ありえんわ。ロッテの打撃コーチにいたんかい。スタンド前列やと思った打球がウォーミングゾーン入ったあたりで取られてるから3メートルは割と妥当かもしれん。日本の投手陣が本当の意味で世界一ならラビットボールを復活させてほしい。正直これでも2011の違反球の時よりは絶望感少ない。だんまり決め込んでれば許されるからな。そら好き放題やるよ。ラビットボールの廃止はホームランというより打球速度エグすぎてピッチャーが危ないってのも理由だからな。確かに大瀬良の基本塁打数見たら飛ばないボールだなと思う。ご視聴ありがとうございました。